はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。松でございます。ということで今回もですね、メインストーリー4章ネッサの作望家の続きの方やっていこうかなと思います。いやもうね、今日はやばい今日はジャミルの改造シーンが始まりますので、私絶対に泣くと思います。ジャミルバイパーくん、もうね、ジャミルバイパーくんが感情爆発しちまうこの改造シーンがもう本当に悲しくて、はい、お迎えはオルトキュンのツムステですね。いい悪い顔してら。いや可愛いですねこのオルト級もね。はい、ということで、まあそろそろね、終わりに近づいてはいるんですけれども、今日はまだ終わらないと思います。あと6話7話ぐらいありますからね。はい、ということで今日は36話の渇望って読むのかな、これは渇望アブローマルから、見ていこうかと思います。回想シーンだよね、絶対回想シーンだよね、やっぱりそうだよね。ジャミル、カリムくん、幼き日のカリムくん、かわいよ、天真爛漫。あ、まだ擦れてないジャミルバイパーくんですね。ここからどんどんね、親御さんたちからのちょっとね、圧が。ああ、そうなんです。ジャミルのママンがね、そうなの。まあ仕方、立場的にはね、仕方ない、パパ。そうなんだけどさ、バカ息子とか息子に言ってやらないで。素晴らしき息子って言ってあげて。ああ、ジャミル。うん。そう。そうなの。悲しいよね。うん、もうここのジャミルバイパーがもはや泣いてる。そうだよね、うん、そんなこと言ってやらないで。ほんと素晴らしき素晴らしき努力の子なんだよジャミルバイパーくんって。あー、しかもさ、ここでね、ちゃんと分かってあげられる親のことは、分かってあげられるいい子なのジャミルって。カリムの親は、まあ確かにね、カリムのパパは一代でね、こう財を成した素晴らしき人だからさ、まあ確かに、まあ素晴らしき人なんだけれどもさ、でもさ、それで我慢したらさ、ジャミルバイパーくんが悲しくなってきちゃうじゃん。カリムに合わせて何でもできないふりをする。そうなんだよね、もうほんと小さい頃からマンカラとかもね、ジャミル、見ろよ。あー、おめでとう、それはおめでとう。カリムアルアジム素晴らしいですね、楽しく踊るの素晴らしいことだと思います。そうなの、これはね、ジャミルバイパー君がちょっとね手加減したんだけれども、それやっぱりね、あ、というかちょっと待った、私のエクスペリアさん、ちょっと横長なもんでこのカラーとモノクロの狭間に生きてる。元気出せよ。ごめんなさいね、ちょっとエクスペリアさんだもんで。お前が俺に勝ってるんじゃない、うん、俺がお前に勝ちを譲ってやってるんだ。うん、そうなんだよね。顔しやがって。あ、これもしかして、あー、名台詞が来ました。鈍感野郎はね、これ名台詞、ジャミルバすごい噛んじゃった。ジャミルの名台詞なんですよね。あ、そこが悲しいとこなんです。あ、そう、学園長のね、このセリフがジャミルバイパー君を最終的に追い詰めたと言っても過言ではない。本当にこのシーンはね、もう本当ジャミル推しになってからはちょっとね、絶ゆるっていう感じがしてしまう。ジャミルバイパー君にも優しくしてあげてって感じ、本当に。まあね、カリム君も、そう、まあそうね、学校関係もね、確かに維持は大変だと思いますけれども、ますけれどもね。カリムのパパに言われたのかな、うちの子を寮長に行って、もしかして言われちゃったのかな。まあそれは、あ、ちょっと待って、学園長、そう、ジャミルバイパー君にそんなこと言ってやらないで。大人は皆同じセリフを言う。悲しい、ジャミルバイパー君。君なら分かってくれるだろう。誰が俺を分かってくれる？私が分かってあげる。助け合ってやっていこうな。ジャミルバイパークのことなら何でも理解してあげる。何でもイエスマンになっちゃう。ジャミルバイパーク。ジャミルだけは
絶対に俺を裏切ったりしない。そうだね。あー、これが追い詰めてしまった一言。もうやめてくれ。やめてくれ。カリメ。本当にやめてくれ。お前がいるだけだ。俺は。ジャビルバイバー。ずっとお前に譲って生きていかなくちゃならない。俺は。俺だ。ジャビルバイバーか。一番になりたいの。一番に。ジャビル。させてあげたい。ジャビルバイバーク。涙が止まりません、はい、終わってしまいました。36話、次37話の呪縛リリースを見ていこうかと思うんですが、ここも名台詞が出ますね名台詞だらけないよねもう起きるとこですね、ここね。ジャミルバイバーク、大丈夫？ここ、はあ、大丈夫かしら隊長？ポンポン痛くない？ペインペインしてない？しばらく、あの化け物の夢に。ほんとさすってあげようか至るところあ、泣くところかな。ああ、カリム君も泣いてる私と同じぐらい泣いているよかったよね、本当によかったよね。私も同じ気分です。すっかり忘れていますね。本当にそうだね。本当に生きててよかったね。ジャベルバイバーか。お前はどうしてそう。ああ、この二人の関係性がね、素晴らしいですよね。そうだよね。カリム君はただ天真爛漫に生きてきただけだもんね。悪くないんだよ、カリム君は。そうだね。でも今気づいてあげられたあなたはね、心の優しき子だから。その素敵。この手ひどい裏切り言ってやらないで。本当そうなんだけれどもさ、そうなんだけれどもさ、ちょっと今いいシーンだから言ってやらないで。本当だね。お前は一番ずひどいやつだ。そうなんで、それは受け入れます。ひどいやつなんだけど。そうなの、それね。五章でも言うけれどもね、みんな助けてね、くれたよ、ジャミルバイパー君の助けをね、はい、やっぱり必要としてたよね。今日からはやめよう。ここも名シーンですね。これからのシーンを想像して笑ってしまう自分がいる。でもちゃんとしっかり。ここでジャミルバイパー君、おやおやって思ってますね。改めて対等な立場で友達になろう。うん、ここいいシーンだからちゃんと聞きましょう。友達に。お前らしい結論だな、カリム。なら対等な立場で言わせてほしい。絶対にお断りだ。え考えなしで大雑把。かわいい、ジャミルバイパーク。吹っ切れたジャミルバイパークが一番かわいい。しかも言ってることが辛辣。それはね、カリム君もびっくり、カリムアルアチームになるよね。かわいそうに、カリム君。せっかく友達になろうって言ったのに。でも確かにね、まあ、確かにね、ジャミルバイパー君そうなんです。ジャミルバイパー君ってね、猫かぶるんですよ。アズールアシェングロト君にはね、好かれてるんですけれども、ジャミルバイパー君はね、アズールの子あんま好きじゃないですからどうだろうな、ジャミルバイパー君が一番友達になりたい人って誰だろうな。2年生の中だとシルバーとかかな。なんか一番馬が合いそうな感じがする。まあ上級生3年生とかだったら、もうおじたんとかイデヤシとかとね、なんか馬が合いそうな、というかもう相性がバッチリなんですけれども、いやー、これからね、吹っ切れたジャミルバイパークを見れる。うん、そう、もうね、こうセーブしなくてもね、勉強とかもスポーツとか、スポーツもセーブしてたのかな、バスケ部でも。そういうのをね、またあの縛りがなくなったので、 100% のね、ジャミルバイパークを見れるっていうのがね、またスバ5章以降がね、見れるっていうのが素晴らしいですよね。本当に前回パワー全開で言ってたジャミルバイパーク、私そういうあなたも好きだから。それもちょっと極端なんだぞ。あ、グリタかわいい。あ、うん、あ、そうですね。うんうん、あ、マンカラでね、やっぱり、うん、気づいてしまったんだよね、アズールアシェングロット君ね。
やっぱそういうねコントロールするところに、幼き頃からやっぱりカリム君と勝負してて、うん、やっぱ勝ちを譲ってやるっていうそのコントロールの素晴らしいコントロールが見破られてしまったんですね、うん、ボドゲルだからかな。やっぱりマンカラもねボードゲームみたいなもんですから、うん、そうだね。本当にそうだ。ボードゲーム部ですからね。うん。そうだね。やっぱりアズールアシェンクロト君はね見抜いて、うん、そうなんだよね。やっぱりそうだよね。ジャミルが褒められると嬉しいよねカリム君ね。うん。そうかな。本当にそうかな。ジャミルバイパクあんまり良くない表情してますね。やっぱりね。何なんだお前は。そうだと思いました。いきなり出てきてベラベラと、うん、うさんくさいんだよ。今後もお前とは永遠に友人になんかなりたくないね。全然猫かぶってない。永遠に友達になりたくないって言われてしまって、トワにトワになりたくないと言われてしまっている。でもそういうね、あの犬猿の仲みたいなのも楽しいですからね。しかも同じクラスメイトですからね、アズールアーシェングロット君は。またそこもね、猫かぶんなくて良くなったっていうのもあって、素晴らしき関係に一歩近づいたような気がします。あ、うーん、それはね確かに、うん、悲しくもあるんですが、あー、いい、この奮起しているジャミルバイパー君素晴らしい。俺も絶対に負けないぜ。こうやってね、いや大断言って言うわ。アスカラビアが、あー、あと、おー、夜、いきなり夜、いき、あれなんだ、あー、廊下、これ、あ、これもしかして不穏なやつか、もしかして、あ、やばいやつじゃない、やばい、ほら、やっぱり絶対やばグリターン、ちょっと、あ、これそろそろ4畳でやばいやつになってるんじゃないねえ。いやー、ちょっと待って。だってほら見て。もう、だって、瞳に光がないもの。あー、怖いよ。ちょっと待って。怖い。グリター。グリター、それ食べちゃダメだよ。もうだってほんとやばいことになってるじゃないの。スパイス。もうまだ食レポできてるからいいけれどもさ。あー、でも怖い。うわー、怖い。光がない。瞳に光がない。怖い。もう食べ終わっちゃう。いやー、そんな高級ツナ缶あげるから、それは食わんといて。あー、怖い、グリタン。グリタン、あー、こう、ホラー映像では。あ、終わってしまいました。ホラー映像で終わってしまいました。はい、呪縛リリース37話が終わりまして、次まで見ていきましょうかね。38話の終局スカラビア、うん、で、あと3話になるので、終局スカラビアまで、今回は見ていこうかなと思います。このさ、終局ほにゃほにゃの時って本当に良かったなって思うよね。はい、わあ、良かったね。隊長が良くなって良かったね。なんかあんまり良くない顔してますね。なんとか足らないのか、うん、そうだ、もうこのね関係性が素晴らしいですね。ちょっと吹っ切れた感じのジャミルバイパー君のアズールアシェングロット君も大変笑顔です。うん、あ、そうなんだ。わあ、宴、そっか、オアシスで、パレードした後にみんなで宴するとこですね、ここね。いや、まさかあんなおバブロした後だとは思えないぐらいみんなほがらか。よかったね、ほんとよかった。はい、ということで、パレードのリズミックですね。私が大好きなあの青と赤の、あー、すごい、見て、なんか待ってる、すごい、どこから待ってるんだろうこれ。見て、カリム君がジャミルバイパー君の体調を気遣ってる。ハッピースカラビア。もう毎回ハッピースカラビアをね見せつけてくる。見て、グリターもすごくご機嫌。もうね、あんな大変な、もうパレードじゃないからね、パレードなんだろう、あの行進じゃないからね、本当に良かったね。なんだろうあれ、ねえねえねえ、あの後ろのあれなんだろう。集合体恐怖症なんですけど、何か怖いんですけど。え、何詰めてんの。いや、ほんと私の目がイカれてるだけなのかもしれないんですけれども、え、なんかジェイドがさっき、あ、食べ物も詰めましたしって言ってたので、これもしかして食べ物ですか。到底食べ物には見えない色してるんですけど、なんだろうこれ本当に。はい、とりあえずリズミックが、終わりまして、うん、あ、見て、アズールアシェングロート君も体気遣ってるんですけど、みんな優しくない。裏がありそうですよね。
皮肉めいたこと、そうだね、実は仲良しなのいやでもね、犬猿の仲ほどね仲いいって言うしね、実は仲いいんですよみんなねはい、ということでリズミックパート2なんですけれどもカリム君もねすごくご機嫌ですね、もう本当に素晴らしい。みんな大丈夫かな、っていうか本当暑くないかな。奥田の3人がね意外と厚着なんですよ、大丈夫かな寒さには強いけれども暑さにはきっと弱いですよね3人ね、大丈夫かなもしね暑かったら脱いでもいいんだよむしろ脱いだっていいんだよむしろそっちの方が嬉しいんだけど終わったはい、リズミックが終わりました、ごめんなさいね、あのちょっといかがわしい発言してたら終わりましたこれでとりあえずとストーリーあるのかな、リズミックで終わる感じですかね。うん、まあ見てグリタンとカリ、わあちょっと待って、このジャミルバイパー君のやれやれみたいなセリフすごく好きはい、ハイスコア、あフルコンボですね、よかったですはい、終わり、あまだストーリーが続きますね、あもしかしてこれはパレードが終わってオアシスついたということは、あもしかしてえマブまで来るんじゃない、あ私あのマブが来るとこめっちゃ好きなんですよ、あのシーン、うわーここまでやってほしい、あちょっと待って、あジャミルと一緒に、あちょっと待って一緒に踊ってるの、お二人ともお上手ですね、アズールも踊りを教えて、見てください、2人ともお上手ですねっていうことは2人とも踊ってるんですよ、カリムとジャミルがこれなんてハッピースカラビア、もう好き、もう仲良ピッピャ、見てください、マブも来ました、ありがとね来てくれて、マブだよほらねえ、あーマブです、ありがとう来てくれて、でもねもう全部終わったんだありがとう、うん、そうなのちょっと熱さなのでもちゃんと制服着て、あーやってきてくれたんだ、ありがとうね、ほんとほんとにお前らマブだな、だってさほら SOS をよこした、連絡が来たからすぐに来てくれたんだよ、ほら見て優しいリュウくん、もうこういうとこがほんと好き、あーそうか心配してくれたんだ、うん、そうなのグリターンのねアドバイスによりね連絡してたの、ほんとあー優しい、役立たずとか言ってやらないで、そうだよね、ちょっとホリデーだったからね、見てこの子ら乗り継いできたんですようわどれぐらいお金かかったのかしら、私払いは立て替えますからねちゃんとちゃんと請求してね、うん、あそうですね、あのバスケ部の後輩ですからフロイドの、うん、フロイド先輩は、うん、そうなの、あとジャミルともね、そうなんです、やっぱねバブ、あバブ集結じゃないですか、素晴らしいですねこの空間、あーそうだよね今日からお前らマブだね、俺はお前と友達になったつもりは、いや友達でしょもうやれやれバイパーがいっぱい見れて最高ですね、やっぱり、うん、そうだね、みんなでねご飯、あそうですね、あーあれピザだったんだあの集合体ピザだったんか、うん、ちょっとあのカクカクしかじかで奥田の3人ともちょっとマブになったんです、あグリタンもね頑張ってくれたよね、わいヘングリタンかわいよ、もうちょっとあ見てリュウくんが、あリュウくんが苦笑いしてる、すごく、あの本当に2人でも来てくれてありがとうね、お前らほんまマブ一生マブ大好き、本当に2人ともかけがえのない存在一生そばにいて、うん、うわー宴の開始ですって、いやー嬉しい、ありがとう、ありがとう、あなたのおかげで本当に最高のホリデーを過ごせました、本当にありがとう、うわーハッピースカラビア大好きスカラビア一生好きあ見てアズルアシェングロット君がびっくりしてる
あーすごいモブもねよかったね。あグリタンマみんな笑顔もなんかあーやれやれって感じだいやほんと素晴らしい話でした。あー最高はい、ということでここまでですね38話の終局スカラビアが終わりまして、素晴らしかったです次で、4章が終了するかと思いますが、またあのイベントとかない時に、最終章見ていこうかなと思いますので、お時間がある時にでもご覧いただければ幸いです。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ウポマツです。